なぜ壁がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声、読みかけの本をきっとこから来たんだと笑う、目隠ししたまんまの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に感じちゃう、私なんて誰に理解もされないまま、街外れ森の中に何につかないこの家を訪れる人などいないわけで、知らない世界に少し憧れることくらい許してくれますか。だんだんと流れ出した生まれてしまった理不尽でも案外人生なんて、私の中じゃ出てこない未来を想像してる不安の世界はどうか明日でもノックしてくれない。服の封を少しだけ揺らしてみせた。